オーケーえー、と概要が、概要たい分かったかなで、えーと、いつも言うように、あの言葉というのはあのー、物事を正確に表せませんから、物事を正確に表せない、で、あのー、難しいよね、相当うまく使わないと、あのー、だからさ、何、えー、ですか、例えば、何、えー、かの事件を目撃してしまって、あのー その人がさどんな顔だったかとかってさあの説明するとかあれ聞く方が多分すごい能力があるから似顔絵描けんだよね普通はちょっとそんなにいかないよね簡単にね。で人間って記憶も曖昧だしあのそれからそれをうまく説明もできないからでだからねあの言葉に頼るのは本当に危険ね。 でえー、そのことが分かっててでも普通は言葉でまず入り口を作るしかないから言葉でこんなふうに聞いてみるで、えっと、もう少しこの感覚とかね言葉以外のものもね起動していきますよそしたら、えっと、ちょっとねあの部屋全体広く使えるように広がってもらってで、うん、ちょっとホワイトボードこれあのスタッフの人押してもらっていい後ろにあの全部なるべく皆さんが前も使えるように。えー ホワイトボード、うん、後ろに押しちゃって、あ、おさむちゃん、これをここで押せばいいわ。うん。ギリまで押せばいい。うん。で、前も出てきちゃってくださいね。前も、あの、出てきていただいて。で、えっと、はい。コーチ役の人は、もう、あなたの椅子はこの瞬間からなくなりましたから、あの、<laughs> えー、あなたの椅子のね、えー、は、開け渡してくださいね。あの、クライアントが、えー、二つとも使いますから、コーチ役の人はいつつかない。で、椅子の上には物を置かない。椅子の上には物を置かないでください。はい。で、まあ、なんか床に置くか、どっかに置くかなんかしといてください。はい。さあ、それでは、 こういうことはなかなかあの一般にはやられませんけれどもだからこそやってみるんですがいつもはいクライアントさんあなたとそのコーチングした相手の関係性を椅子でちょっと表してみてくださいはいどうぞなんかコーチは触らないねコーチは見守ってるだけうん同じ方を見てるとか近しかったとかうんあそうそううんそうねで い、うんうん okay、いいねはい、でちょっと言葉止めってみるよで今ね,あのね最初はって言ってくれたじゃないですかねのりちゃんねでえっと実はあの本当はそうね最初の関係性とコーチングやってく中であのだんだん関係性変わってくるからだから椅子の配置はははどどんどん実ずずれてるでですでだから最初と最後ではあの椅子の状態ずれてんだよね。 ちょっとねあのクライアントはねコーチのためにね最初はこんな関係性でしたってで最後はこんな関係になったと思いますっていうのをちょっと両方椅子で表そうとして、はい、でいいですか、であのこういうの必ずあのどんなクライアントもうまくガイドしてあげればピンときますからであのクライアントも感覚が使えるようになるようなことが大切ね。ねでで私たたちももこういういの苦手でも繰り返しやってたら とかなんでこんなことやるのか意味が分からないという人でもやってるうちにああそういうことかってわかりますでそうするとそのロジックとか、ね、あの思考以外のものが自分も使えるようになりますから、まあ、ちょっとこういうことをしつこくチャレンジしてみてくださいじゃあ、えっと、最初こんな状態だったのところに椅子戻しましょうか最初はこんな状態でしたに椅子戻します、はい、で、えっと、自分の方の椅子にクライアントさん座ってくださいね自分の方の椅子に座ってみて座った感じも使ってまた椅子を微調整します座った状態を使って 相手の椅子を微調整します。で、うん。そうよで,で。この時に1回置いちゃったからいいやじゃなくてやっぱりね。より精密に感じようとするっていうことがすごい。大切ね。ok さあ、そしたらコーチはですね。コーチングしやすいポジションにあの座ってあげます。横にね。はい、コーチングしやすいポジションにします。で、えっと。なんかはいで膝が悪いとか。腰が悪いとか。そういう方はあの？ え立ったまんまでやるとかあのコーチが座る用の椅子を持ってくるとかしても全然構いません。であので,何でかというと なんでかというとねコーチがどんどんしんどくなってくるとコーチング進まないですからだからあの無理しないでくださいね。でただ、一般的には一般的にはいいですか、ちょっとじゃあここをしようかクライアントさんがねあのあここ座って,てね。で、こうしているときにこの人見てくださいってやってやっぱりこう一緒にやってる感じがしないねで。同じ目で見て、同じ耳で聞いてというのがコーチのポジションだから、ちちちゃんこっに来ましょょうかちょっとなん、はい、で,でこっちが来ましょうかって言ったかというと、こことやると間に入っちゃうと。 クライアントを見るときにねこの相手を見るときにどうしてもコーチが見えちゃうからねでだからあの皆さんも相手の椅子を一緒に見れるようなポジションにちゃんと自分がいるか確認してくださいで、まあ、こんなふうに同じ目線でね同じものを見て同じ耳で聞いてということをこうするっていうことね OK ね、はい、じゃあ、えっと、クライアントさんはもう一回ね相手のこの椅子を見ながらですよでそういえば最初この人こんな感じだったとかこんなことを言ってたとか。 でそれからと、ね、それに対応し始めた最初の自分の状態ね自分の頭の中ではこんなこと考えてた体はこうだったとか心はこうだったで実際にこんなこと言ってみたりしたそしたら相手どうなったってそこにあのクライあのコーチは興味を持って外側で何が起こったで内側で何が起こったで途中で何かがあるとこの椅子の関係変わったりするかもしれないでクライアントはそれしたかったらでここで近づいたんですよねとかって言ってまた椅子をずらしたりとかってしてください。 で、そうするとまたそこでいろんな理解がね。膨らんできますからね。ok でまずはあのポジションチェンジする必要もありませんから、自分目線から見て、自分に何が起こってたか？相手に何が起こってたかをね。それがどんな風に関係してるかっていうのをコーチに手伝ってもらいながら探っていきましょうね。はい、じゃあお願いします。<music>